どうもー鳥の爪ダウン団聡トです。ホラーゲーム企画、カルスの爪、第228弾はこちらのゲーム、ワンウェイダウンツー、やっていきたいと思います。 ワンがあったんかいっていう感じなんですけども <laughs>。え、こちらのゲームはですね、階段をひたすら降りてくようなフリーホラーゲームみたいです。なんか映像を見た限りひたすらなんか何もない空間、何もない階段をひたすら降りてるような感じでした。で、なんかここ書いてある、なんか突然のびっくり演出があるんじゃないでしょうか。気をつけていきましょう。ということで、やっていきたいんですが、気になるのこいつだね。こないだの、ゲットスタッフドっていうフリーホラーゲームやりましたけども、そこで出てきたキャラと一緒じゃない <laughs> 多分、フリー素材なんだろうね。 やっていきましょうお、来たあら、電池があるのかちょっとそれは非常に怖いなあクリックを押すとフラッシュライトが使えるんだなえ待って結構な勢いで電池減ってるけどこれ大丈夫なの ?1 回でしょこれフラッシュライトなくなったら死ぬとかないよねいいやまずは電池がなくなるのを覚悟でいこうあ復活した何 え一定の時間内に次の階段までに行かないと死ぬとかそういうことなんだ赤い目みたいになのあったな。二階段。うわぁ、うわぁ、うわやっぱこういう系だ。前にもなんかちょっとこういう感じのフリーホラーゲームやったことありましたけども、永遠に階段を下り続けるフリーホラーゲーム。それにも似た何かを感じるぞ。結構こういうの怖いんだよな。突然来たりするし。うわぁ。引き返すことはもう絶対にできない。地下へ、地下へ潜っていきます。はっはっ。 このチュビビビっていうのは何なんだろうねあでもやっぱ階段を1回降りると電池をしっかり回復してるなちなみに走ったりすることはできないみたいだねまた赤い光みたいなのがあったなジャンプもないな4階まで来たぞわこわこれある意味ですねこういったフリーホラーゲームのね怖いところもう一つはねトーク力との勝負ですね <laughs> だんだん話すことがなくなっていくっていうこういうシステムね非常に怖いですね <laughs> 実況していく上でさあ5回ですよ噛んでんのよね5回ですようわ嫌だなでもこの奥が何も見えないっていうのは嫌だなで突然のびっくり演出が来るっていうことももうすでに分かってるからだって書いてあんだもんゲームの概要欄にさあ6回あでも順調に7回までとりあえず来たのかな 今のところ怖い感じの演出はないけどもまだまだ序盤という感じなんでしょうかね突然のびっくり演出がいつ来るのかまあでも序盤だと思ってこう油断してるとね来ちゃう可能性あるからね一回お前油断してたろー言うてバチッと来る可能性あるんでね気をつけていきたいですけどもフラッシュライトの心配はでも特になさそうだなまあ走ったりとかそういうアクションっぽい演出が全然ないゲームみたいなんで、まあ、時間内にとりあえず降りてきゃいいんだろうな さあ9回だぞさあでも今のところ本当にビックリ演出っぽいものは全くないけどもノイズがたまに走るくらいででもこのね2桁に変わるっていうのはちょっと1つの節目なんでそろそろ何かがあってもおかしくないぞ嫌だな奥が暗いのがひたすらに怖いさあ10回うわあじらしてくるねまだ何も来ないやそろそろ来んじゃねさすがに来るよ来るよ来るよ 来るよ。<laughs> 来ないね。<laughs> え11階だよ結構降りてよねえー、もう11階ぐらいの地下だったらだいぶの地下よだいぶの地下ってよく分かんないけども地下深くまで来てますよなんかもう地底人とかいてもうおかしくないよ12階だよ嘘でしょあでもまあ13階段とかね不吉な数字13なんて言いますもんね この回はなんかあるんじゃないさすがにね。そろそろ何かないと逆にいろんな意味で怖くなってくるよ。ジャブもなしで、!3 の書き方の癖。<laughs> 13回も行きましたね。あれこれ14回行っちゃうんじゃないかこのまま何もなしで最終回というかエンディングを迎えるんじゃないでしょうかねじゃあね。もうない このゲーム、ホラーゲームじゃない説。これをね、立証していきたい。さあ、14回。え、でも、こんなに何も起きないホラーゲームもなかなかないですよね。それが逆に怖いかもしれないね。でもなんか、7時間前ぐらいにもこのゲームアップデートが加わってたりしてたんで、ちょっと俺の持ってるバージョンとはもしかしたらそのバージョン違うと思うんですけども、最新バージョンでは何か手が加えられてるのかもしれないね。あ、あれ二手に道が分かれてる。 俺は右を選択してしまった。なんとなく右行ったけど。大丈夫なのか迷路みたいになってんじゃん。え、ちょっと味変更だ。あ、16回。いいのかな左に行ったら死んでたとかないよね。怖いなあ。ああいう場面でなんか人間って左をとっさに選択する人が多いみたいですけども、なんとなく今、右に行ってしまいました。あ、空間の音が変わってね。ザわザわ言ってるぞ。カイジか 18回来ましたねえな何これやだな不安だけはずっと追ってくんだねあで、なんか左側でうっすらなんか空間の音が一瞬した感じがしたこうみたいの江ハルミ19回来たねさっきのあの二手に分かれる道は一体何だったんだろうか突然あの回だけ 回味変更 <laughs> でもまた一直線ですよねワンウェイダウンっていうぐらいだからね片道切符ですよねさあ20回この片道切符は市への片道切符なのかそれとも脱出への片道なのかうわーやだな何も起きないのが本当にかえって怖いね21階だ 突然来るる可能性あんんだよねね本当に皆ささ油断しないいでく、ね、俺は多分叫ぶ <laughs> どんなにホラーゲームもうね228段になりましたけどもどんなにやってもびっくり演出だけはなれない22回でこういう時のさびっくり演出って本当に音量とかがでかいんですよ ゲーモンとか結構編集でね調整してなるべく小さくしたり俺の叫び声もねなるべく小さくしてるんですけども<え>あの実際の今この瞬間に叫んでる時はもっと大音量で俺叫んでますので23回いや怖いなでも本当に何も起きないなでもフラッシュライトなんでこんな復活するんだろうね1回行くごとにループでもしてんのかなって思うけどもでもなんかあれだよな数字はちゃんとカウントされてるから本当に下に下ってるわけだよな じゃあなぜ電池が本当に回復するのか全くわからない。で、24回を過ぎたのかな今。そろそろ25回あたりになるかああ、25回だね、やっぱりね。降りていこう、降りていこう、どんどん降りていこう。でももう地下25回ってさ、どんな状況なんだろうね。なんか耳とかもおかしくなりそうですよね。やっぱこう人間ってさ、 こう気圧が変わったりすると上に行ったりするとエレベーターでもキーンって耳が鳴ったりするとこあるじゃないですか地下も同じような現象起きそうですよねやっぱりねこんなに地下深くに潜ったことなんてないけどもえ待ってどんだけ俺このゲームやらされんの怖くない ?26 回だよもう30回ぐらいで終わりとかも全然ありそうだけどねこういうゲームだったら27回作者もさ あのー、バグがないかいろいろチェックするためにデバッグとかすると思うんですよデバッグ作業の時に暇でしょうがなくないえ <laughs> 何も演出起きないわけですよねひたすら降りて降りて無言でね真顔でずっとやってんだろうね28階まで来たぞさっき久しぶりだなノイズっぽいの走ったね29階 さあでもほとんど怖い演出という演出が起きずに29回を過ぎましたね。この回が30回になるか。あなんか一瞬見えたような気がしなくもないが。30回、うん。地下30回には何があるのか。怖こんなに本当に何も起きないって。何回言ってるか分かんないぐらいだけど。<laughs> いや、怖いな でも何を思ってこんなに地下深くにあ道がまた分かれてるじゃあ今度左行ってみよう何を思ってこんな地下深くをね掘り下げようと思ったのかこの施設は一体何なのか32階これ途中で選んだ道によってストーリーが分岐するとかあんのかな今のところ俺は15階あたりで右を選択してで今の31階かなとかで左を選択しましたけども この選択が吉と出るか凶と出るかさあ33回なんだろうねこの15回単位ぐらいでそういったものが分岐みたいなものが起きるんでしょうかねだとしたらちょっと面白いよなそれによってストーリーが変わるとかだったらストーリーというストーリーがないけども今んとこねそれがエンディングが変わるとかだったらちょっと面白いよねさあ34回ひたすらシーンとした空間が続きます 空間の音すら変化が起きません誰かのね、ひそひそ話とかさっき一瞬してたけども、あれは一体何だったのか。35回。幽霊もいないし、人もいないし、ただただ地下に潜っていく。でもやっぱり地底人とかね、来る可能性もありそうだけど、36回。でもあのー、タイトル画面に出てた大男。 あの人がやっぱりびっくりさせてくんのかなぁ。順当に行けばやっぱそうだよね。殺人鬼がこんだけ地下に潜ったら痛いたよみたいな。<laughs> それで襲われますみたいなのもありそうだけども。まあ、でも走ったりする要素はないんで、殺人鬼から走って逃げるとかではないんだろうね。さあ37回。いやでもこんなさ、地下深くでさ、襲われたら、どんなに声を出しても地上には届かないですよね。 誰も聞くことができなないい叫びになってしまいますさあ38回襲われてしまったらもう一巻の終わりさあそろそろ40回を迎えるんですけども節目になってくるので何かか起きるかでもなんかそういった予想が全部外れるというか本当に何も起きないんだよないい意味でも悪い意味でもうんどちらかというと悪い意味かな <laughs> <laughs> 怖い演出も起きないし、ねえ、ハッピーな演出が起きるわけでもなく、突然ね、可愛いなんか、ぬいぐるみでも出てきて、なんか、歌でも歌ってくれたらいいんだけども、それはそれで怖いか。<laughs> そういうハッピー演出もないし、怖い演出もないし、42回。あ、でもやっぱ15回単位で言ったら45とかその辺が怪しいのかな。 でも、不吉な数字で言うならば44とかもちょっと怖いですよね。何か起きそうな雰囲気。ここで今43になるかなうん。もう年齢で言ったらだいぶよ。だんだん年取ってきましたって感じですよ。<laughs> いいお兄さん。あ、あ、ここで分岐左行ってみようか。44、あ、そそそ えー、<laughs> <laughs> ここでここのタイミングででやっぱりこの人だったタイトルがネタバレ中のネタバレすぎるガッツリ叫んだけども <laughs> ということで今回はひたすら階段を降りる不思議なゲームワンウェイダウンツーで遊んできましたということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました